マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対埼玉西武ライオンズ、このゲームの模様まずは1回の表ライオンズの攻撃、トップバッターは片岡。さあ1球目、直球ストライク。第2球打ちました、一塁線フェアだ、一塁ベースを踏んでアウト、ワンアウト。バッターは2番栗山、センター栗山、投げた、決まった、ストライク。第2球を投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク、あっという間に2ストライク。第3球を投げた、外、直球は外れても、さあ4球目打ちました、これはセカンド真正面、アウト、アウト。バッターは3番中島、ショート中島、背番号3、スライダーストライク、カウントノーボールワンストライク。投げた、低め際どいボール、カウントワンボールワンストライク。投げました、ストレートはボール、中島よく見ています。次は4球目、インコース高め、ストレートは外れてボール。さあ投球5球目、スライダー打ちました、石原ボールを掴んだ、一塁アウト。福井無難な立ち上がりです。ライオンズスコアボードに0の文字が入ります。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは東出、第9球投げました、スライダーはボール、わずかに内側。第2球を投げました、直球ストライク、外角高め、カウントワンボールワンストライク。第3球アウトローを打った、ピッチャー返し、これはヒットになります。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。ノーアウトランナー1塁となりまして、ソヨキ投げました、まずはインロー、カウントワンボールノーストライク、ここで送ってきました。さあ得点圏にランナーを送ってきました。ワンアウトランナー二塁に変わります。右バッターボックスは3番広瀬、投げました、初球はストライク、まずは初球決めてきました。セットポジションから投げました、外角低め打った、掴みました。右バッターボックスは4番栗原、第1球投げた、直球見送ってストライク、低め決まってワンストライク。第2球を投げた、変化球ストライク、低め、さあ追い込まれました。投球は3球目、これはバットの根元、キャッチャーの頭上フラフラっと上がっている、ファウルグラウンドで取りました。2塁ランナー東出残塁に終わりました。1回が終了しまして0対0、カープチャンスをものにできませんでした。これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは4番中村、第9球投げた、直球ストライク、1球目ストライクから投げた、おっとすっぽ抜け、高め外れてワンボールワンストライク。打った、センター追っていった、ここを追いつきました、中村いい角度で上がっていきました、センターフライでした。さあ1球目インコース詰まらせた、フラフラっと上がった、福井落下点に入った、掴んで2アウトになります。バッターは6番坂田、レフト坂田、背番号投げた、低め、フォーク決まってストライク、カウントはノーボールワンストライクです。第2球スライダーはボール、投球は3球目、打った、セカンド左へのゴロ、東出取った、一塁アウト。ライオンズ三者凡退のイニングが続いています。2回の表が終わって両チーム無得点です。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の松山、第9球投げた、ストレートはボール、初球ボールから投げました、ボール外れた、投球は3球目外れた、ボール、これも低め、投げました、打ちました、ライナー、ライナー破った、
さあノーアウトで先制のランナーが出ました。レフト第9球投げました。初球ストライク、初球ストライクから投げました、打ちました。中島ボールを取る、セカンドフォースアウト、セーフ、ダブルプレーは逃れました。バッターは7番赤松、センター赤松、セーフ。さあ1球目スライダーはボール、まずは外投げました、見送ってボール。赤松集中しています。第3球インロー際どい球、ボール、カウンター3ボール、投げました、アウトコース、スライダー決まってストライク。1塁ランナー出た、セカンドボールを取る、2塁フォースアウト、1塁アウト、ダブルプレー成功。2回が終了しまして両チーム無得点です。これからライオンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは浅村、投げた、外角、スライダーは外れてボール。第2球を投げた、直球ストライク、インローへ。第3球を投げた、落とした、ボール、アウトコース、際どいところ。次は4球目打った、ヒット、さあノーアウトで先制のランナーが出ました。キャッチャー銀次郎、投げた、外側いっぱい、決まってストライク。初球まずは入れてきました。さあ次の投球、低め強打、ボール。第3球アウトロー、ストレート決まってストライク、カウント1ボール2ストライク。内角ボール球打った、レフト線フェアだ、浅村三塁を狙う、二塁はセーフ。さあこれでノーアウトランナーは一塁二塁。第9球投げました、アウト、ワンアウト、ワンアウトランナー二塁三塁に変わります。バッターはトップに帰って片岡、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第2球を投げました、スライダーストライク、福井追い込んでいます。投げました、打った、流し打ち、ライナー破った、ライオンズ先制、片岡タイムリーヒット。今の先制の場面リプレイでご覧ください。ワンアウトランナー一塁三塁に変わります。バッターは2番栗山、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。盗塁成功、投げました、打ちました、これは大きい、よう下がっていった、銀次郎今ホームイン、栗山フェンスダイレクトのタイムリー。福井降板、上野今日2番手としてマウンドに上がります。ワンアウトランナー2塁に変わります。ここでバッターボックスは中島、最初のバッターボックスはキャッチャーゴロに倒れています。打った、三遊間、ライナー破っていった。さあこれでワンアウトランナーは1塁3塁、バッターは4番中村、第1打席はセンターフライに倒れています。1塁はセーフ、投げた、スライダーストライク、1球目ストライクから投げた、打ちました、ワンバウンド取った、1塁アウト。ここでバッターはフェルナンデス、第1打席はピッチャーフライに倒れています。投げた、カーブ決まった、ストライク、カウント1ボール1ストライク。投げた、直球打ちました、バックネット方向、ファール。次は4球目空振り三振、3回の表が終わって3対0ライオンズ先制点を挙げています。3回の裏3点を追いかけますカープの攻撃。この回のトップバッターは小久保、投げた、スライダーはボール、わずかに外。第2球スライダーストライク、投げました、打った、抜けた、ヒット、カープ先頭バッターが塁に出ます。バッターは9番石原、キャッチャー石原、投げました、インコース、スライダーは外れてボール。
直球ストライク、アウトコースへ速球できました。投げました、外角ギリギリいっぱい、ストライク。投げました、フォークはボール低め、セーフ。投げました、打ち上げた、ファール。投げました、打った、セカンドゴロ、ゲッツーになるか、一塁もアウト、ダブルプレイ。打順は1番に帰って東で、今日2度目のバッターボックス。さあ1球目、内角、直球は外れてボール。投げた、外、スライダーは外れてボール。第3球、低め、フォークは外れてボール。投げた、変化球ストライク、低め。投げた、直球ストライク、インローへ。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。3回まで終了しまして3対0、ライオンズ3点リードは変わりません。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは6番坂田、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。投げた、アウトサイドボール。投げた、打ちました、レフトへ上がっている、取りました、ワンアウトです。バッターは7番浅村、これが2度目のバッターボックス。内角際どい球ボール。第2球を投げました、ストレートはボール、膝元へ。カウントは2ボールノーストライク。投げました、ボール、浅村よく選んでいます。投げました、高速シュート決まって3ボール1ストライク。第5球投げました、浅村選んでフォアボール。バッターは8番銀次郎、今日2度目のバッターボックス。第1球スライダーストライク、カウントワンストライク。初球ストライクから投げました、インコースへ。第3球ボール外れました、銀次郎よく見ています。さあ4球目、打った、ファール。さあ投球5球目、打った、センターフライだ、浅い当たり、取りました、浅村、ハーフウェイから一塁に戻ります。バッターボックスはラストバッター秋山、これが2度目のバッターボックス。ストライク、カウント1ストライク、セーフ、一塁はセーフ。投げた、強引に振りに行った、バッター追い込まれました。第3球を投げた、ストレートはボール、外角へ。投げた、インロー、空振り三振、秋山スイングアウトの三振。4回の表が終わって3対0、ライオンズこの回無得点です。カープこの回は2番からの好打順、先頭バッターはソヨキ、今日2度目のバッターボックス。変化球ストライク、アウトコースへ、初球まずは入れてきました。第2球を投げた、打ちました、打球は後ろ、ファウルボール。フォーク打ちました、ヒットになります。先頭バッターが失礼しました。バッターは3番広瀬、第1打席はセンターフライに倒れています。セーフ。第1球投げた、直球ストライク、膝元をつきました。投げた、直球はストライク、インローへ。簡単に2ストライクと追い込んだ。投球は3球目、打ちました、ヒット。広瀬これで2打数の1安打。右バッターボックスは4番栗原、第1打席はファールフライに倒れています。第2球を投げました、スライダーはボール、アウトコース際どいところ、直球ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。アウトロー打ちました、これはどうだ、追いつけるか、レフト線フェアになった、そよぎ一気にホームへ。カープようやく1点を返しました、栗原タイムリーヒット、セーフ。そして迎えるバッター松山、これが2度目のバッターボックス。内角際どい球ボール、カウントはアンボールノーストライクです。投げました、スライダー打った、打球は右中間に上がった、これはヒットになります。三塁ランナーホームイン、カープさらに1点を返しました、松山タイムリー、栗原三塁でストップ。ここで迎えるバッターは陽、一打逆転のチャンス、スライダーストライク、カウント1ストライク。
投げました、打った取りました、ボールは中継のセカンドへ、これでワンアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。さあ逆転のチャンスにバッター赤松、今日二度目のバッターボックス。第2球を投げた、低めボール。第3球を投げた、低めフォークが外れてボール、カウント3ボールのストライクです。投げた、ランナーがストライク、ここは1球見ます。第5球投げた、流し打ち、どうだ、ライト前ヒット、栗原ホームイン、カープ追いつきました。赤松タイムリーヒット。同点の場面、映像でご覧いただきましょう。西口マウンドを降りまして、木村ワンヒット勝ち越しのピンチで登板です。ピッチャー西口変わりまして、ワンアウトランナー一塁三塁に変わります。そしてバッターは小久保、これが2度目のバッターボックス。直球ストライク、アウトコース高めいっぱい。第2球を投げました、打ちました、ライトへの犠牲フライになるか、アウト。バッターは9番石原、キャッチャー石原。さあ1球目ストライク決まった、カウントはノーボールワンストライクです。投げました、フォークはストライク、低めバッター追い込まれました。投げました、ストレートはボール、カウントワンボールツーストライク。さあ4球目外際どいボール。第5球投げました、内角高め打ちました、ヒット。三塁ランナー今ホームイン、カープ1点リードを奪いました。ビッグイニングになりました、カープ打線爆発。ツーアウトランナー一塁二塁となりまして、東出、投げました、外際どいボール、カウントワンボール。第2球を投げました、落とした、もう東出集中しています。第3球を投げた、インコースのボール左へ掴みました。4回の裏が終わりまして、4対3、カープ1点リードに変わっています。ライオンズこの回は打順よく1番からの攻撃、先頭バッターは片岡、スライダーはボール、わずかに外。第2球を投げた、カーブはボール、投げた、カーブはボール、外へ、スリーボールから投げた、4球目はストライク。さあ5球目打って、これは平凡な当たり、ファーストを掴んだ、自分でベースを踏んでアウト、ワンアウト。バッターは2番栗山、今日3打席目。第1球投げた、インコースいっぱいストライク、カーブできました。第2球外のボール球打った、ボテボテの当たり、アウト。バッターは3番中島、ショート中島、投げました、高速シューターボール、まずはインコース、カウントワンボールノーストライク、アウトコースへ、カウントはツーボール。第3球を投げました、高速シュート、見送ってストライク。第4球を投げました、打った、詰まった打球、ライトへの浅いフライになった、ボールを掴んでアウト、スリーアウトチェンジ。ライオンズ打順トップからでしたが、三者凡退で攻撃を終えています。5回の表が終わって4対3、カープ1点リードは変わりません。カープこの回は上位打線から始まります。先頭バッターはそよき、これが3度目のバッターボックス。内角低めいっぱいストライク、速球できました。第2球を投げました、ストレートはボール、高め、ワンボールワンストライクから。第3球を投げました、打った、少し詰まっているか、掴んでワンアウトになります。バッターは3番広瀬、3番ライト広瀬。第1球投げた、アウトコース、スライダーは外れてボール。第2球を投げた、ストレートはストライク、アウトコース高め。投球は3球目フォーク打ちました、中島掴んだ、一塁アウト。先ほどタイムリーを放っている栗原、ファースト栗原、投げた、打った、バックネット方向、ファール。投げた、外のボール球打った、またまたファール。投げた、打った、片岡ボールを掴んだ、アウト、これで3アウト。最後は内野ゴロに倒れました。前半が終わりまして4対3、カープこの回0点に終わっています。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは4番中村、今日3打席目、ストレートになってワンストライク、投げました、打ちました、
抜いていった。中村、今日初めてのヒットになりました。指名打者第1球投げました、打ちました、ファウル、打球は後方へ。第2球を投げました、高速シュート、見送ってストライク。さあ追い込まれました、投げました、高速シュートはボール、内角へ投げました、アウトサイド、ボール、投げました、カーブ、見逃し三振、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは6番坂田、これが3度目のバッターボックス。ファウルグラウンド、キャッチしています。バッターは7番浅村、今日3打席目。投げた、スライダーはボール、カウント1ボール、セーフ。第2球を投げた、打ちました、ボテボテのセカンドゴロ、アウト。結局一塁残塁で終了です。6回の表が終わって4対3、カープ1点リードは変わりません。これからカープの攻撃に入ります。今日当たっている松山、松山第9球投げた、ボールは外れた。まずはまっすぐから入ってきました。1球目ボールから第2球を投げた、変化球ストライク、アウトローへ投げた、打った、ファルボール、投げた、低め、投げました、打った、レフトフライだ、左中間方向、ボールを掴んでアウト、ワンアウト。そして右のバッターボックスには伊予、レフト伊予、投げました、低めギリギリいっぱいストライク。まずは初球決めてきました。第2球を投げました、変化球ストライク、インローへ、カウント2ストライク。第3球を投げました、打った、打ち上げた、ライアフライ、ショートフライです。中島、落下点に入った、ボールを掴んでアウト、2アウト。